会場の皆様に礼。よろしくお願いします。私たちの生活に多くの恵みを与える海も、時に気まぐれないたずらをする。自然の力の前では無力だった私たち、想像をはるかに超える波の力に、逃げることすらできなかった人々、かろうじて難を逃れ、着のみ着のまま逃げ惑い、やっとの思いで助かった人たちも、先で全てを知る。大切なものの多くをなくし、決して忘れることのできない深い悲しみ、ただひたすらに祈る。会場の皆様に礼。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。岩木陽作、いざ参らんの皆さんでした。ありがとうございます。続きましてはですね